ああ、スイガの宝石を探してるって。知らねえな。正直見たことも聞いたこともねえよ。いや、本当に知らねえんだぜ。でもま、その手の宝石なら絶対に経由する場所はある。イブラヒム一品店だ。そこで心眼の鑑定をしてもらうのさ。一品店は国境宿場町にあるぜ。覗いてみちゃどうだ。ずっといるならここかな。仕事も家事も勢いが大事よ。よく来たの。わしの店には名の通り一品しか置いとらん。どれも秀逸、何恥じぬ品ばかりじゃ。嘘だと思うなら買ってみてくれ。ほう、お前さん、わしの作る一品が欲しいとな。わかったわかった。毎度あり。作り終えるまでしばらく待つがいい。ありがとうよ。よく来たの。わしの店には名の通り一品しか置いとらん。そーら、できたぞ。持っていけ。使い道には気をつけるんじゃぞ。また来とくれよ。いわば偽物を手に入れたわけですが、贋作に使い道があるのかどうか。人を騙すために使うのは気が引けますね。扱いは各社様にお任せしましょう。ゆっくり見ていって。悩んでたこと。どうですか、水河の宝石は見つかりましたか。おお、素晴らしい。礼を言いますよ。ただし報酬はまだです。その前に確認せねばならぬことがありますのでね。商売というのは信用が第一。宝石の真贋を鑑定する必要があります。大丈夫、イブラヒム老人の鑑定眼は本物ですから。さあ、一品店に参りましょう。さあ、ついてきたまえ。ごきげんよう、イブラヒムさん。この水河の宝石の鑑定をお願いできますかな。鑑定が終わるまで私は少し席を外します。あなたはここで待っていてください。悩んでたこと。なんだ、まだ鑑定中だ。気が散るから話しかけるな。鑑定が終わったようですね。結果を伺いましょうか。さすがは各社さんだ。紛れもない本物でしたね。我が紹介もこれでしばらくは安泰でしょう。では報酬をお支払いしましょう。ご満足いただけるといいですが、また何か問題があった時にはあなたにお願いしたいものですな。ここに待てよ。おお、あんた、スイガの宝石は見つかったか。ああ、助かったよ。これで俺も自由の身だ。受け取ってくれ。少ないだろうが今の俺の全財産だ。よし、俺はこれでずらかるぜ。
二度と会うことはないだろうが、この恩は忘れないよ。オフルベ殿には悪いことをしましたね。どうにか乗り越えてくれるといいのですが。なんとも苦い気持ちです。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。後期の不正を暴くべく帳簿を調べていたところ、少々気になる部分を見つけました。ある時から後期はスピティロの花にかなりの大金を費やしているのです。そしてその時期は偽各社であるアーサーが現れた時期と一致します。とても偶然とは思えません。この代金はアーサーに流れているのではないかと。そしてスピティロの花はベルムントの東端にしか咲かぬ花、それを隠語に用いるには何か意味があるはず。これはアーサーを追う手がかりになるやもしれません。雲をつかむような話で申し訳ございませんが、奴の素性を探るべくベルムント東端の調査をお願いいたします。ありがとうございます。偽各社王の正体が分かれば王座奪還への糸口もつかめましょう。おい、あんた村に入るつもりかよ。やめといた方がいいぜ。この村はどこかおかしい。こんな場所で商売なんてできるかよ。今のは何でしょうか。この村で何を見たのでしょう。ああ、あなたが噂のお客人ですか。この村にはいかなるご用で。この村について知りたいと。見ての通り、ベルムント東端の平凡な村ですわ。他にも何かご用がありますか。アーサー、残念ながら初めて聞く名ですわね。この村にそのようなものはおりませんわ。そうですか。それが従者たる務めです。あら、目ざといのね。さすがは各社様ってとこかしら。なんであなたを知ってるか。別に私だけじゃなくて、村の全員があなたを知ってるわよ。大した話じゃないの。この村には独自の情報源があるってだけ。でも心配しないで。どちらかといえば私は味方よ。別に手助けはしないけどね。それが村の掟だから。でも、そうね、一つだけアドバイスしてあげようかな。私があなたにしたことを他の人にすればいいの。わかる？私はあなたにかけてるの。だから損させないでね。意味深なことを言って去っていきましたね。私がやったことを他人に。やってみますか。手紙は何でしょう。これだけでは何のことか分かりませんね。いや、漁師様が言ってたよそ者だろ。なんで漁師様があんたを知ってるか俺に聞くなよ。知りたきゃ本人に聞けばいいさ。山の上の館にいるよ。見ない人ね。漁師様が言ってたよそ者。こっちに来なよ。
いいもの見せてあげるから。そこからちょ、余計なことはせんでくれよ。平凡な毎日ってところね。ようこそ。少々驚いたよ。予想よりもはるかに早い到着だったのでね。どうかな？この村は気に入ってくれたかい？もし知りたいことがあれば聞いてくれ。何でも答えてあげよう。この村がどこか変わっていると感じたのなら、それは間違いじゃない。何せこの村はシーフの養成所なのでね。この村に誰かが迷い込んでくると、私たちはその人間にシーフの素養があるかどうかを測るんだ。当然君についてもね。そして今君はここにいる。つまり素養があるということだ。シーフマスターとして君のことを歓迎させてもらおう。どうかな？まだ他に聞きたいことがあるかい？なぜ君のことを知っているか？簡単な話だよ。私たちは各地の集落に情報源を持っているのさ。君のような目立つ人間の情報はすぐに集まってくる。ベルムントに現れた二人目の学者だとか、反抗期派のベルントと組んでいるとかね。ちなみに後期は、おっと、危ない危ない。誤解しないでくれよ。後期の肩を持ったわけじゃない。この村は政治的に中立でいるのが前提でね。情報を握る者は努めて偏らず中庸を保つべし。この村の掟さ、理解してくれ。どうかな？まだ他に聞きたいことがあるかい？アーサー？この村には長くいるが、そんな名前の住人は記憶にないな。力になれなくてすまないね。どうかな？まだ他に聞きたいことがあるかい？心中？どこでその言葉を知った？手紙？なるほど。そこまでたどり着いていたか。心中は偽物を意味する我々の隠語でね。つまりその手紙の内容は偽物を用意する依頼ということさ。誰が何の偽物を依頼してきたかについては残念ながら教えてあげられないがね。どうかな？まだ他に聞きたいことがあるかい？そうかい？ではお元気で。おお、お前こそ我が奥義を授けるにふさわしい豪傑じゃな。まさに唯一無二、習得すれば敵なしの凄技じゃ。受け取るがよいぞ。どうかな。はしごですね。移動に使えます。こいつは各社様、私たちは一旦ここでお待ちしています。
よう、来たな。賭けは俺の勝ちってことだ。おい、お前ら、ちゃんと金を払えよ。やれやれ。まったく、大したもんだよ、あんたは。特別に質問に答えてやってもいいが、何かあるかい？奴について知りたいのか。この村は常に中立だ。基本的に依頼についての情報は明かさない。だが状況が状況だ。特別に教えてやるよ。あいつの本当の名前はダラ。この村の出身だ。今はもう追放されてるがね。偽りの各社を演じるなんて村の掟に反する行為なのさ。俺たちは影のごとく生きる者。表舞台に立つことは許されない。だからあいつを追放した。もうこの村とは無縁のものだ。知りたいことはそれだけか？追放される少し前、ダラーは次のシーフマスターの候補だった。だが奴はしくじった。試験の最中に胸に大怪我を負ったんだ。おかげで俺がマスターになれたよ。しかし、まさかあの時の胸の傷を逆手にとって各社になりすますとは。よく頭が回るものだと感心したよ。今じゃ玉座の上でふんぞり返ってるんだからな。ダラーが偽物だと証明するのは簡単じゃないぞ。あいつは狡猾だからな。そう簡単に証拠はつかませない。だが俺たちとしても村の掟を破ったダラーがのうのうと生きてるのは面白くないからな。俺が一筆書いてやるよ。あいつもそれで思い出すだろう、自分の罪をな。そういえばマスタースキルだったか。あんたに扱いきれるかは分からんが、預けておこうか。知りたいことはそれ。知りたいことはそれだけか。それにしてもあんたにかけた甲斐があったってもんだ。おかげで儲けさせてもらったよ。礼を言うぜ、各社様。大抵のやつは勘違いして領主館に行っちまうんだ。そういう連中には適当な土産を持たせて返してやる。あそこで満足するやつはシーフには向いてないからな。ここまでたどり着けたやつだけが本物だ。育てる価値がある。この村はそのために存在するのさ。知りたいことはそれだけか。そうかい。じゃあまたな。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。偽各社王の素性について何か分かりましたか？これはダラーという男の指名手配書。しかしこの人相書きはまるでアーサーそのものでは。アーサーの正体はこのダラーだというのですか？しかしこれだけでは証拠になるとは思えません。いや、読めました。人相書きを利用しようというわけですね。後期としてはアーサーではないと主張せねばならず、貼り付けられた手配書を安易に回収はできますまい。ダラーという男の存在は記録に残っている。行方不明である限り手配書も正当なものとなります。そうやって対応に手間取っている間、手配書は貼られ続け、ベルムントの人々は疑いを深め続けるはず。かしこまりました。こちらは私が預かりましょう。しかるべき時にこの手配書は強い力を持つはず。陛下、ご協力ありがとうございました。偽各社王は後期の依頼でやっている。後期の謀略はなかなか周到なようです。どうです、見ていきますか？よってらっしゃい、見てらっしゃい。伝説の語り部、アルバート様だ。もし俺様の話が気に入ったなら、
酒で喉を潤すためのおひねりをいただくからな。世にも奇妙な謎解きと、なんだい、おひねりなら大歓迎だぜ。おい、ありがとうよ。よってらっしゃい、見てらっしゃい。話の面白い物乞いがいると聞いたんで見に来たんだが、そんなに稼げるほどの腕でもないと思うんだよな。他に稼ぐ方法でもあるのかね。よからぬ仕事とかやってるんじゃないかろうな。毎日大変なのよ、これでも。やってらっしゃい。はもちろんロザムンド。今なお続く由緒正しいバークレー家の始祖様だ。さて、やることもやなっちゃう。いわばそれなりの品かと。期待値は超えていません。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。喜べセリーナ、アルバート様のお帰りだぞ。お帰りなさい、あなた。言葉だけで金を稼ぎ、家に帰れば愛しの妻がいる。俺様以上に幸せな男なんてこの世にいないだろうな。まあ、あなたったら。ごみった話ならまた今度ね。もうこんな時間か。ヒルダにどやされちまう。乱暴な行為はやめてくださいね。よし、鍵もかけたし問題ないな。また遊び歩いてたのね。そんな暇があるなら仕事したらどうなの。バカを言え。私は誇り高きバークレー家の末裔だぞ。庶民に混ざって働くなど。いい加減にして、アルバート。そんなことを言ってるからこの家が没落したんじゃない。何ですの、あなたは。うちに何かご用でもあるのかしら。世間話なら他をどうぞ。あ、俺様に何か用か。ん？何ですの、あなたは。うちに何かご用でもあるのかしら。アルバートが物乞いの真似をしているですって。ありえないわ。
誇りが服を着ているようなあの人がそんな。でもわざわざそんな冗談を言いに来るとも思えないし。いいわ、だったら本当かどうか確かめてみましょう。この服を屋敷に置いておけばいいわ。あの人がこれを見つけた時どんな反応をするかでわかるはずよ。何日かしたらまたいらして。大丈夫、本当だとしてもことを荒立てる気はないから。まずいな、あの服がないと。俺様に何か用か。生きてりゃなんとかなる。それでいいか。ああ、よく来てくれたわね。あなたがくれた例の服の効果は大したものだったわ。あの人ったら急に真面目に働き始めたのよ。正直、私はあの人が何をしてようと興味なんかないの。だけど物乞いの真似事より働いてくれた方がずっとマシよ。これも全てあなたのおかげね。お礼をさせてもらわなきゃ。気をつけてたのに、なんでバレてしまったんだ。あの用事、もうどうしようもないからな。ああ、セリーナ、君に会いたい。私に拾わせてください。おかしな。うちの主人が行方不明なんです。あなたは何かご存知ありませんか。海辺にいる老人はなぜああして懲りずに沖を目指しているんでしょうか。私ダメじゃ、洞窟に行くことはまかりならん。ですがジョナスさん、村人の命がかかっているのですよ。これじゃから、まったく。切り抜けられるかな。学者さん、お恥ずかしい限りです。以前の件でジョナスさんは獣人への不信感が増してしまったようで。でもだからといって村人を見殺しにするのは理解できません。何度も頼るのは心苦しいですが、他に頼れる人もいないのです。村人の救出に力を貸してくれませんか。すでに有志の何名かが救出に向かっています。どうかお願いします。岬の先の潮なき洞窟で待っていますから。助けに来たとでも言うのか。その必要はない。村の問題にこれ以上関わるな。これより洞窟に入ります。警戒しすぎるに越したことはありません。はい、わかりました。来てくれたんですね、よかった。では行きましょう。救援ならば急いだ方がいいでしょうね。出ましたね、リザードマンです。拾っておきますよ。
系の妙というのも。さあ、次です。助かった、ありがとう。成果を報告しに行きましょう。これは少し高すぎるようです。お困りならいつでもお声を。やりましたね。では急いで村に戻りましょう。無事に連れ戻してきたというわけか。じゃが禁足地に足を踏み入れた罰は受けてもらうぞ。何を言ってるんです。本気ですか、ジョナスさん。ああ本気だとも。お前たちはたかが獣人一匹を救うために禁足地を犯し、村全体を危険にさらしたのだぞ。お前たちは追放だ。一人残らず。このハーブ村には必要ない。頑張ったのですが報われないですね。フィオラネ殿を追い出すだなんて。心が痛いですね。ひどすぎる。追放されても私たちには行くわてなど。わしの決定に文句でもあるのか。じゃがよそ者が口を挟むな。ルードルフ様の色好みにも困ったもんだ。今度は監視団団長の奥方に目をつけたらしい。妻を喜んで人に渡すやつはいないだろう。そりゃ当然団長だって断ったぞ。だがそれで引き下がるルードルフ様じゃない。いつもの手を使ったんだ。あろうことかデュラハン討伐を団長に命じたのさ。団長は昨夜出立したよ。かわいそうだがまず生きて帰ってこられんだろう。それがルードルフ様のやり口なんだ。ご立派なお方だろ。ひょっとして各社様でいらっしゃいますか。あなたの噂は聞いておりますわ。噂の出所は私の主人でしょうけれど今日は主人にご用でしょうか。今は任務で出ておりまして、いつ戻るかは分かりませんの。滞在人のボチアトのデュラハン討伐を仰せつかったそうで、無事に戻ってくれればいいのですけれど。ルードルフ様ですか。近頃よくうちにお見えになりますわ。そうですね、主人が任務に出る少し前くらいから。でもどうしてそんなことを。主人と何か関係がありますの。そんな、まさか。グレゴル、各社様お願いです。どうか主人を助けていただけませんか。お礼は必ずいたします。彼が助かるなら何でも差し上げますわ。ですからどうか主人を。ああ感謝いたしますわ。でしたら急いで主人の命をお救いください。助けが必要な方のもとに行きましょう。
見てください。何？お前はどうした？まさか助けが来る。なんとかなりそうだ。気合を入れろ、お前ら。大丈夫、私が助けますよ。頼みますね。了解しました。奴はどこに行った？もしや逃げたのか？信じられん。こうしてデュラハンを撃退できるとはな。しかしどうしたものか。実はもう生きては戻れまいと思ってな、妻に宛てた遺書を持参していたのだ。いよいよ戦況が悪くなって、ちょうどお前が来る直前にその遺書を部下に持たせて送り出してしまった。今生の別れを綴った手紙が入ったところに本人が戻るというのも間の抜けた話じゃないか。まあ生きて帰ればあいつも許してくれるか。となると急いで帰らなくてもな。できれば遺書より先に到着したいところだよ。まだ礼を言ってなかったな。ありがとう。この恩は絶対に忘れんよ。感謝する。はあ、各社様、どれだけ感謝してもしきれませんわ。まったくだ。お前がいなければ生きては戻れなかっただろう。だが問題はルードルフ様だな。これであっさり引き下がるような方じゃない。次は何を命じられるやら。あら、ご存知ありませんの？ルードルフ様はお倒れになりましたわよ。何？何でもいただき物のワインか何かに毒が入っていたのですって。別段驚きはしませんでしたわ。敵の多いお方だったようですもの。確かにあの方ならばそうかもしれんが。ええ、因果応報というのでしょうか。別の世界ではデュラハンに苦戦し救えませんでした。グレゴル殿が救われる世界があってよかったです。いいですね。